えそれでしかしながらまあお金も払い貴重な時間も割いてここにお越しいただいたわけですから、まあ今晩一つ楽しいやりましょう。先輩もお越しいただいてますし、ぜひそれ書いていただいて、そしてまあ皆さん方できるだけ画伯の絵を買ってあげてください。それでは挨拶終わります。ありがとうございました。ツアーで一つのテーマで、全部こういくつかあのツアーをするというのを一つに数えて33回目の個展のオープニングを祝う会です。全体申しているようで短めに短めと言われておりますので、あの本日は安山和代さんと、竹の日中竹芸術の展覧会が、この度京都文化博物館で開催されるオープニングということで、あの本当にこんな盛大なパーティーが開かれること、本当におめでとうございます。安山和代様は2002年に中国北京の有名な歴史博物館で個展を開催されて大変好評でした。今回の安山和代様京都個展も大成功されますことを心からお祈り申し上げます。皆さんこんばんは。もう本当にみんなごめんね、今日来てくれて私すごく嬉しいです。あの単なるだから僕に館長がおるやった文博の、1年おきに文博で個展させてもらってるんですけども、そのオープニングパーティーにこんなにたくさん来てくれて、またお花もいっぱいもらって、別に私文章を取ったわけじゃないんやけども、今日来てくれた友達にみんな友達や友達もおれば知人もおれば恩師もおればいろいろいる、私感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。無理やり読んだ人もいます。本当にありがとうございます。で今日はあの私の相方リミどうすごいでしょ、日本語バリバリ見ててわかるけどすごい真面目。私2000年に彼女と出会ってアンリーリーねはやっぱり龍の年はええことあるね。で彼女と一緒に組むことになって2003年に北京に事務所を作りました。でまたその一平さんだって一平副所長で彼女また力があるんやわ。あれね、あの北京のマスコミの女ですで彼女がね、安山さんと私あんたと性格似てると、でも私みたいに喋りではありません。で彼女は私応援したいと2002年高校30周年の時に CCTV それから人民日報を動かしたんですよ。あの人が情報にはねわで彼女が今の私 あの共同でやってる北京電磁文化交流センターの副所長。こんないい人材あるのにもったいないでしょ、私だけのものしのもったいない、ね、でたまたま今日はあの仕事のついでもありまして、あのあれね地味あの CCTV のプロデューサー立てそれからあの、うん、ああいやいやいやシャワーそれから北京テレビねあのアナウンサーかわいいね。で今日はねあの私の兄貴分のマコンの北村洋次郎お兄ちゃまにお願いして着物を着せ出して、あの本当にこれマコンの北村さんとです。皆さんにご披露、はい、あっちを見てほい、はい、皆さんに見せてあげて。あのね私が北京でいろいろ成功できるのはこの一平リミあのでシュリポンで、この子、これ言ってやった、うち副所長の。で、この人たちのおかげなんです。この女性の力で、私一人の力で成功したんじゃないです。革命博物館みんな見たことあるでしょ？日本人初だったんだわ。このメンバーで私成功させてん。ね、国超えてます、国境超えてる。ね、要するに見た目の名刺交換なんか嘘くらいやだし、一番大事なのは、見えないところの地下茎の輪。見えないところの輪。これで繋がったのね。そうでしょ、リミどうですか。別に無理やりはしないな。あんたも一言言い、ワンシャンホーでいいから。ワンシャンホー彼女は一平さん日本語わかりません。なんだかさっぱりわからず言ってます。あのでもこのノリで私乗り越えてきたんよ。中国に来て11年目。
こんなに友達できて私最高に幸せで、もったいないやん。今日はみんなに私の友達を紹介したいなと思って声かけたら、こんなたくさん、皆さん名刺持ってきましたか？今日は名刺交換会です。知ってる人は知ってる人で挨拶だけで、知らない人は大いに配ってください。私はみんな私以上に友達になることがもう私の幸せです。やかましい安山和代でした。どうもありがとうございます。私も安山さんにいつどこでどうやってお友達になったかあんまり思い出せないんですけども、あっという間にお友達になったというかさせられたような感じでやってますが、乾杯。私はお母さんが亡くなられて、私がどうしてこんなに頑張るかっていうと、お母さんが待ってるから、これを聞いた時に私も思いました。すごくみんなそれぞれが皆さん頑張ってるんですけど、安山さんってそういう母親を見てね、そういうお母さんのために私は頑張るんだっていう言葉がいつも耳から離れないで、私は安山さんを応援してます。162歳まで生きる方でございます。